ロイト、アラベラ、ボルクバルト、アラベラ、デラックス、ロイト、アラベラは、西ドイツのボルクバルトグループに属するロイトが、1959年から1963年まで、製造販売した大衆車である。1961年に、ボルクバルトは破産するが、1963年まで、ボルクバルト、アラベラの名で生産され続けた。時節柄小さなファミリーカーとして定義されていた。 アラベラはロイド車として初の、そして同車史上最後の4気筒エンジン車で、既存車種より上級のマーケットを開拓する使命が与えられていた。後席のヘッドスペースこそやや限られていたものの、アラベラは大人4人が比較的楽に乗車できる全長 3800mm、全幅 1510mm、全高 1395mm のボディサイズを持ち、 センター部分が奥まったいわゆる朝顔型のステアリングホイール角が丸められたドアノブ、急性同時に背もたれが倒れないよう強化されたフロントシートのバックレストのロック機構アクティブセーフティの面でも前輪駆動方式の採用や体型のドラムブレーキなど1950年代の車としては安全性への配慮が行き届いていた。 車両重量は 695kg と比較的軽量で水冷水平対向4気筒 897cc38 馬力のエンジンで最高速度時速 120km をマークした。上級のアラベラデラックスが翌1960年に追加され45馬力時速 133km と性能も強化された。 1959年のフランクフルトオートショーでは、クーペ版も展示されたが、生産化はされなかった。1961年7月、ボルクバルトグループが破綻するまでに45,549台のロイト・アラベラが生産された。その後は、在庫部品などを用いて、ボルクバルト・アラベラとして、生産続行され、1963年までに1,493台が作られた。 アラベラは商業的には成功策とはならなかった。これはおそらく生産開始当初の様々な不具合とリコール対策によりイメージが低下したことが原因と思われる。特に雨森は深刻な問題であったらしく、当時のドイツでは秋ベラというありがたくないニックネームも付けられていた。なお水平対抗エンジンによる前輪駆動というレイアウトは日本の富士重工業が 全輪駆動車開発の参考にしており、同社から1966年に登場したスバル1000に同様なレイアウトが取られたが、富士重工が参考車両として購入したアラベラは、実際には試験においてドライバビリティ不良を露呈しており、さほど参考にはされなかったという。スバル1000の冷却系と全輪駆動ジョイント関連を除いたドライブトレーンは、 むしろ同じ水平対向4気筒のフォルクスワーゲンタイプ1からの影響が強い。アラベラはわずか23ヶ月で開発された。請求な開発の代価は、雨漏りなど深刻なものを含む多数の不具合として現れた。1950年代を通じて、ボルクバルトの顧客に馴染み深かったモダンで、本質的に堅道なという印象は不具合により損なわれ、 1959年までにウェイティングリストは減り、西ドイツの自動車市場は寛容ではなくなった。初期のトラブルはアラベラの印象に大きなダメージを与え、工場そばの空地は売れ残った多数のアラベラで埋め尽くされ始めていった。ロイトアラベラ生産新工場への投資を含め、かなりの資金がアラベラの開発に投資されていたが、様々な技術的要因から、 その投資を回収するに至る販売は達成できなかった。5250マルクの低下で発売されるが、1年も経たない1960年6月に5490マルクに値上げされ、同時に性能を引き下げた廉価版が、開始価格4980マルクで追加された。一方、西ドイツの小型車市場はホルクスワーゲンによって、ますます支配されていた。 VW はモデル改良に必要な投資をカバーする以上に売れていた。標準 VW の価格は1955年8月に3790マルクに値下げされ、1961年9月に3810マルクに値上がるまで維持された。アラベラの価格戦略は1960年11月に逆転し、標準モデルの価格を5230マルクに引き下げ、 同時によりパワフルなデラックス版が5730マルクで発売された。1959年から1963年の間に47,042台を生産。そのうち70%近くが1960年に生産された。1961年のボルクバルト破産後も元従業員により新所有者から借り受けた工場で生産が続いた。 唯一のモデルであった。アラベラの開発、生産への投資は、妥当な期間内に投資を回収するのに、十分な台数を販売できなかったことと、相まって、1961年のボルクバルト破産の主な原因となった。一方、1959年9月のフランクフルトモーターショーで2台のショーカーが登場した後、あと50台のフルア製スポーツクーペボディが、 アラベラのシャシーと組み合わされ、7500マルクで販売された。より大きなエンジンにより性能は改善したにも、かかわらず、ドイツには小型スポーツクーペの市場はなく、フランクフルトショーに登場した2台の車はその後のヨーロッパのモーターショーで再び姿を現したが、残りの車は最終的に輸出用とされた。ほとんどはショールームの目玉とするべく、アメリカに行き着き、 そのうちの一部は裕福な家の妻と娘のためのスタイリッシュなセカンドカーとして売られたという、ありがとうございます。